JR 中央線武蔵小金井駅南口伊東洋華堂3階のメガネの前田でございます。皆さんこんにちは、メガネの前田の前田でございます。今回は、Twitter 等で今大変反響を呼んでおりますソチオリンピックの金メダリスト羽生結弦さんがかけているメガネ、私なりに彼に似合いそうなメガネをちょっとご紹介してみたいと思います。私なりに羽生選手に似合いそうなメガネをちょっと選んでみました。彼非常にイケメンで鼻筋も通っておりますので、まあ、どんなメガネも似合うと思いますけど、まずこちらのプロデザインデンマークの、かなりスクエアなタイプの、黒ですね。これも非常に彼似合うんじゃないでしょうか。デザイン的にも機能的にも非常に優れた、業界でも賞を取っている、フレームです。かけてみました。羽生選手でも絶対似合うんじゃないでしょうか。私も普段よくかけているプロデザインデンマークの、黒のスクエアタイプのフレームです。続きましてこちらエフェクターのスラム小文字のエフェクターシリーズなので少し、セロの厚みは細めですけれども、四角いスクエアのシンプルなタイプですけど、まあ、これも非常に彼似合うんじゃないでしょうか。どうでしょう、エフェクターのスラム非常にスクエアで、かっこいいと思います。まあ羽生選手だったら絶対似合いますね。色目もすごく綺麗な色をしております。そして最後にお送りのメガネフレームを代表する人気モデルキャッサー 0.5、 かなりインパクトのある、サイドのデザインですけれども、彼非常に似合いそうな気がします。ぜひかけていただきたいなと思いますね。こちらのモデルもキャッサー私かけてみました。ちょっとインパクトがあって重そうな感じに見えるんですけど、メタル、チタンでできてますからすごく軽くできてます。羽生選手にもこれ一回ぜひかけていただきたいなと思います。まあ、こんなメガネが、まあ、何でも似合いそうですけど、こんなメガネいかがでしょうか。